ういどうもビンズです。皆さんはこちらの動画もうご確認いただけましたでしょうか。こちらの動画のね、今回は後編となっているんですけど、今回はこの剪定の高火とマガチオを使った疾走デッキのね構築になります。では行こう。退屈させてくれるな。まずマリガン、マリガンはスレイドいいね。スレイドいいけど野生の目覚めで一応バンプ対面だからアグロをケアしつつ動こうかな。ということで、はい、戦、よろしくお願いします。今回のデッキの場合はね、腐食の絶命とか、除去カードもね、結構入れている構築になるので、よろしく頼むよ。バンプにもね、割と、まあ、有利とまではいかないですけど、戦える程度にはなっているかなといった感じですね。いや、腐食打っちゃうか。腐食残してね、4回プレイを達成しやすくするっていう案もあったんですけど、とりあえずロールディアもいるし、腐食はまたサーチできるんでね、今回はいいかな。ここは野生の目覚めで、そう、進化圏が5ターン目からじゃないと使えない先行だとね、本当はさっきの野生の解放は、場に進化したフォロワーがいると、デッキからね、フォロワーをサーチできるっていうカードだったんで、進化時5に使うのが一番丸かったんですが、まあ、大した問題はないかな。まず、ローズリアに入って、アクアフェアリー使って、若草、ワカメの組み使って、変化かな。よいしょ。5PPR からこれで4回プレイ達成。野生の目覚めでバント。野生の目覚めは今回、後天の雷神確定にしてる構築になってますね。やっぱりね、後天の雷神でアミュレットを割るかワンドローするかっていうのをこちらが選ぶことができるので、アルティメットバカンというよりも使いやすいですね。やっぱり1ターン目にとりあえずワンドローができるっていうのが、まあ、皇帝の雷神のメリットかな。で、葉脈の射程と、森越えで2面展開にするか。そう、森越えの商人は、2枚以上、このターンにプレイしていたら、2枚引いた後に進化するっていうカードなんですけど、葉脈の射程頭は、4枚以上プレイしたターンに自分のフォロワーが進化したときに、このフォロワーを進化するっていう能力なので、アーツ、途中でねフェアリーを1枚かましてあげないとタイミングがずれちゃって葉脈の射程頭が進化しないっていうね、注意点があったのでそこだけ気をつけなきゃいけなかったですね。まあ、とりあえず手札割ってって、もう1回2ドローとか乗り越えで進化しつつ2ドローしてフェアリーで大事なドローでいいや。次のターンに4回プレイが達成するからよね確か。そうだよね。次4枚プレイしたターンが次のターンに4ターン目になるので、リーサル要因として、ワカメの組員は残しておいて、変換の監視もね、実行が披露できる対象になってるので、8億フォローで。まあ、こいつも残しつつだな。とりあえず。リーサルだ。リーサルいけそうだな。とりあえず、1枚確保して、なんでもいいな。必殺はもう1枚並べて、で、守護突破しつつ、で一応ね変換はゼロコストになるっていうのをねお見せするためにこれ一回出して、でこの変換の監視では、フォロワー以外のスペルしかサーチできないような構築に今回してるので、ここで持ってくるのは、天使の音でこれが付与されて守護突破して殴って殴って殴ってリーサルと対戦。ありがとうございました。それでデッキレシピの確認に行きましょう。ということで、これが今回のデッキレシピになります。このデッキのね、構築自体は、デッキ紹介、今回の動画の冒頭でね、お見せしたサムネイルの動画、こちらで詳しく解説しているので、なぜこの枚数を
採用してるのかみたいなのが知りたかったらね、概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらの方で確認していただければなと思います。なので今回はそのサムネイルのね、動画じゃない方の、では採用しなかったカードだけ集中して見ていって、今日は終わりにしようかなと思います。ということでドン。1枚目は、腐食の絶命ですね。まあこのカードはフォレストリアで持ってこれる対象として、1コスのスペルが上げられるので、野生の解放と合わせて3枚採用することで、よりねバンプとかの、対面を処理しやすくするっていうのを目的で入れてます。まあ入ってた方が強いですね、やっぱり。あのサムネイルのやつだとやっぱりあの1から8までを全部使わなきゃいけなかったっていう関係上、枠がなくて泣く泣く抜いた枠でもあったので、今回はこれを採用することでね、もう少し戦いやすくなったかなと思っています。では次、プレイヤーですね。これも、サムネイルの見せたサムネイルのデッキでは採用しなかったカードなんですけど、これは要するに8枠フォロワーを持ってくれるカードではあって、あのなんですあっちの方では採用しなかったかっていうと、2コスの枠が多すぎて、あと、サーチできないカード、6コスとか、5コスとかのカードで、サーチできない、タイプを持ってないフォロワーが結構入ったので、今回は抜けたんですけど、このデッキの場合はね、すべてのフォロワー、もう9割キューブというか、リーサルに使うやつは全部タイプを持っているので、今回3積みしました。場に出した時に、自分の方が EP が多かったら、1コストで出せると。いうのが結構使いやすいですね。ということで、次。まあ、最後はピアシーですね。でピアシーは、まあ、5詰めの処理で使えればいいかな程度の割合でも入れておきました。まあ、1枚ですね、だから。なので、まあ、このカードの効果を一応見ておくと、自分のターン中、フォロワーが進化した時に、相手のフォロワー全てに2ダメージを与えつつ、リーダーに1ダメージ。で、エンハンス6で EP を1回復しつつ、PP を4回復。要するに、6ターン以降だったら、2コスで出せて、相手の守護を全部突破しつつ、相手のリーダーにダメージを与えつつ、リーサルのターンにね必ず進化をしているので、そのまま、EP を確保した状態でリーサルまでつなげられるということで、まあ組み合わせとしては悪くないんですけど、そもそもリーサルするターンにこのカード、今回の目玉の先手の高火とマガチオは無料進化を持っちゃってるので、別にエンハンス6で EP が1個増えてもリーサルの有無に関係がないっていうので、まあ3枚入れてる必要もないしってことで、とりあえず1枚にしました。まあここはね増やしてもいいかなとは思ってるわけではあるんですけど、うん、まあお好みですね。ということで今回の動画はどうだったでしょうか。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、Twitter のフォローもしていただければ嬉しいです。ということで、毎日投稿中です。ぜひチャンネル登録、高評価、Twitter のフォローもお願いします。毎日投稿のね、通知がうるさいよって思った方は、Twitter のフォローだけしていただいて、通知ボタンをオフにしていただければ、新着動画と、ライブ配信とかですのでね、告知は事前に Twitter で行いますので、そちらの方で Twitter からね、YouTube の方に遷移していただけるようにしていますので、そちらの方を活用していただければなと思います。ということで、本日はこの辺で、本日のお相手は、ビーナでした。またねー。